こんばんは。こんばんは。今日もですね、犬の時間10時から始めてまいりたいと思っておりますけれども、もう少しですね、お待ちいただきたいと思います。はい。10時からですね、始めてまいりたいと思っております。ではですね、10時になりましたのでですね、はい、はい、犬の時間の番組始めてまいりたいと思います。最初にですね、一言お祈りさせていただきます。天父様、主はありがとうございます。あなたがこの番組を導いてくださっていること、本当にありがとうございます。どうぞ今日もこの番組において神の栄光を表し、神がどうぞ祈りを一つ一つ導いてくださいますように。そして本当に主の勝利が豊かに表されていくことを願います。イエス様の御名によってお願いいたします。はい、今日もですね、お祈り、このお祈りをしてこの番組をですね、進めてまいりたいと思っておりますがですね、はい、最初に改めてご挨拶させていただきます。こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい、海外で、見てくださっていらっしゃる方々のためにもですね、ご挨拶させて、いただきましたけれどもですね、本当に神様はですね、いろんな恵みを表してくださっているんですが、1週間の歩みの中でですね、はい、主がいろんな助けを、与えて、くださってて、神様ですね、本当に、祝福をですね、日々私たちに、与えて、くださる方ですけれども、先週は、はい、1週間いかがですね、皆さんは少し経ったでしょうかですね、はい、花さんは。そうですね、もう先週は東北に行っておりましたですね。はい、東北に、はい、東北に行ってましたね。はい、はい、そうですね。どんな感じだったですか、東北の方は、ね。正解がありましてですね、はい、パーガー君と僕に来ていただきまして、東北の各正解が行われましてですね、はい、また土曜日には賛美大会が、東北は、今年は早かったですね。はい、早く行われました。早速3月にね。はい。はい、またですね、郡山には教会ができて、はいはい、出式とかですね、あと洗礼式は福島でも行いましたですね。そうですね、はい、はい、ということで、まあ、東北の方で、うん、いろんな教会での聖会を、カリスマ聖会ということで、やっぱり癒しのお祈りをしたりですね、はい、またいろんなその集会においてメッセージが語られました、うん、本当に素晴らしい時を持つことはできたわけですけれども、はい、まあ、私たち先週の火曜日はですね、移動の途中でこの時間ちょっと、はい、出れなかったわけですけれども、うん、はい、そうですね、私もですね、一緒に
東北に行ってたわけですけど、やっぱりあの、うん、今あファミリーホームがですね、はい、東北で、始まりつつあるわけですけれども、うん、郡山の教会で、うんですね、牧師さんが立てられた安守式が、うん、行われて、はい、行ったこと本当に、素晴らしかったと思うんですが、そうですね、はい、ですけどそれと同時にですね、私もあの、東北でですね、うん、あのカリスマの働きの、うん、セミナーとかですね、メッセージとかをお話しするときに、うん、この祈りの時間の番組の証をちょっとですね、うん、させていただいたりすることもできたんですね、うん、ですので本当にあのそういったことをちょっと東北の方々にもですね、うんお分かちして、くることができた面で本当に、うん感謝してるんですね、はい、はい、ということでですね、うんまあ、あのはい、そういうことが、まあ、先週は、ございましたと、はい、いうことなんですけれどもですね、はい、はい、今週もですねいろいろな、うん、あのメールが届いてますのでですね、はい、皆さんに、共に祈っていただいてですね、うん、お願いしたいと思いますね、はい、はい、心合わせてぜひお祈りしていただきたいと思うんですが、はい、じゃ あ T さんのですか、はい、メールからお願いしたいと思います、はい、では T さんからの祈りリクエスト読ませていただきます、1年ぐらい前の受験の際にお祈りのリクエストをさせていただき、お祈りしていただきました。心より感謝いたします。今回無事に卒業し、長崎県のハウステンボス歌劇団代役としていよいよ芸名も決まり、これは M さんとしてですけども、うんデビューが決まりました。あ、本当に心より感謝いたします、うん、7番だったそうです。神様ありがとうございます、感謝いたします、というこちらご報告でした、ね、はい、素晴らしい報告ですよね、はい、その、あの非常にですね、うん恵みが表されて名護さんでしたですね、はい、名護さんが受験をするということだったんですね、うん、それでお祈りした時に合格してされて、うんうん、そして、こう卒業したということなんですね、うん、で、芸名も決まったというデビューが決まったで、素晴らしいですね。7番だったっていうのは、これは多分、受験番号かな。ですかね。はい。はい。本当にですね、合格されて、そして卒業されたというご報告で、デビューということになったということです、感謝していきたいと思いますね。はい、ティアナト様、本当にありがとうございます。あなたが、この T さんの、弁護士さんを、本当に、主よ、その学校に、合格させてくださったこと、本当にありがとうございます。うん、そして、そのハウステンボスの、うん、男役として、歌劇団の男役としてデビューが決まったこと、本当にありがとうございます。うん、あなたが完全に、合格させてくださって、勝利を与えてくださったこと、本当にありがとうございます。うん、その中で主の勝利が表されたこと、本当にありがとうございます、うん。あなたは確かにこの祈りを聞いてくださったことを心から感謝いたします。うん、T さんの祈りと、また私たち、この祈りの時間で、祈られた方々の祈り、本当にあなたが聞いてくださったことをありがとうございます。うん、あなたに栄光を返しいたします、うん。ありがとうございます。感謝します。イエスの皆によってお願いします、うんね、はい、ということで、素晴らしいですね、うんデビューが決まったということですね、うん、感謝ですね、はい、そしてもうその一つ T さんがですね、はいメールを送ってきてくださっているということなんですけれども、はいはいはい、これは S さん、 T さんのお友達の S さんですね、はい、では続けて同じ T さんからの今度リクエストをです
ですね、お読みいたします、はい。今回、3月27日日曜日に S さんの試合が決まりました。最初バスで会場に向かおうと思ったのですが、やはり礼拝を守りたく新幹線で検索しましたら、ケイチ駅ということで、びっくり、ケイチ駅か、ケイチ駅、ケイチ駅か、ケイチ駅、ケイチ駅ですか、ケイチ駅の会場のある、はい、あ、これは H 駅まで、H 駅まで7770円でした、はあ。主のご計画は素晴らしいです。ぜひ、取りなしのお祈りをしていただきたくメールしました。臨在ある試合、事故や怪我やトラブルが起こらないように、対戦相手においても怪我や事故が起こらないように守られて神様と共に戦えるように、そして圧倒的な勝利、圧倒的な神様の戦いになりますように、ぜひお祈りいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、これが格闘技でしょうか。格闘技の試合なんですね、はい。S さんの試合ということなんです。3月27日日曜日ということなんですけども、これはね、ちょっとね、なかなか難しい。でも勝利がなされるようにということですね、まあ、事故や怪我やトラブルが起きないようにっていうのは、要するに対戦相手と戦った時に相手が、なんか特別事故や怪我ですね、起きてトラブルが起こらないようにっていうことなんですけど、まあ、あんまり守られちゃうと向こうに勝たれちゃうと困っちゃうわけなので、ですからこれは非常に微妙な、でも圧倒的な神様の勝利がですね、S さんに表されるようにお願いしますということなんだと思うんですよね。わかりますですか？わかりますね。ある守りのうちに起こって、しかし S さんが勝利するようにということですね。格闘技ですから、向こうがやっぱりなんていうんですか、やっつけられないと、やっつけられないって言ってあんまりいい表現じゃないかもしれないですけど、そうじゃないと勝てないわけですから、こっちが勝ったことにならないわけですから、ですからまあそういう感じですけれども、まあその勝敗においては圧倒的に S さんが勝利するように、でも、まあ、特別な変な事故とか怪我とかそういうことが起こらないで、っていうことですよね。そうですね、はい。これって入場するときに、なんか音楽流してやるじゃないですか、はい。またどんなね、賛美の歌を流されるのかなとか思って、なんかそういうことがあるみたいですよ ね、ね。入場を見せたた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 なんて、ね、そうですね。そんな私ロック好きなんですけどね、関係ないですかね、はい。でもはい、じゃあお祈りしていきたいと思いますけどですね、はい。じゃあぜひですね、心を合わせていただきたいと思います。天の父様、本当にありがとうございます。あなたがこの T さんのこのメールを本当にありがとうございます。 A さんの試合が決まったということで、そのことを本当にありがとうございます。何年かぶりでのこの試合のようですけれども、まあ、主よどうぞあなたがこの試合を本当に守り導いてください、どうぞS さんと共に対戦相手も、どうぞあなたが、特別な守りを与え、事故やケアトラブルから一切守ってください。しかし、どうぞ S さんが本当に、勝利していかれるように、圧倒的なこの勝利になるように、あなたがS さんを本当に支え、強めてくださいますように、どうぞお願いいたします。本当に神様によって守られて、戦っていけるようにしてくださり、どうぞ本当に、力を豊かにS さんに注いでください、このことを通して、クリスチャンであられるS さんが勝利することを通して、神のみんなが多くの人々に崇められるようにしてください、クリスチャンである S さんの勝利を通して、
神の名が崇められるようにしてくださり、一人でも多くの方々に、主あなたの栄光が乱されるようにしてくださるようにいたします。はい、主伝統様、本当に T さんからの、リクエストありがとうございます。エスさんのこの試合において、本当にこの祈りがこの中にあり、神様にまた神様に会って勝利することができるようにという事柄も、本当に神様がこのことに関して、この祈りに応えてくださいますことを信じてありがとうございます。戦いにおいて、この格闘技に関して、本当に怪我事故がなく、また相手の対戦する相手においても、怪我事故がなく、良い試合が行われるように、どうぞ導き助けていってくださいますように、お願いいたします。本当にこの祈ったことを通して神様が勝利を与えてくださり、本当に神様に栄光を期すことがまたできるように、導いていってくださいますようにお願いいたします。アテントスもどうぞ主の勝利を豊かに、表してくださいますようにお願いいたします。この使命を守り、そして神の勝利が愛さに明確に表されてください。どうぞお願いします。ぜひですね、皆さんの言葉でまた祈ってみていただきたいと思いますね。お願いします。天父様、ありがとうございます。主よ、あなたの栄光を豊かに表してください。イエス・キリストの御名によって、このエスさんの試合における主の勝利を宣言します。うん、父様、どうぞこの試合を完全に守り、そしてたくさんの人々の目がこの試合に注がれますけれども、この試合を通して、神の恵みに触れる人が一人で多く起こされていくようにしてくださり、イエスさんを通してどうぞあなたの皆が崇められるようにしてくださいませ。どうぞお願いいたします。イエスキリストの皆によって主の勝利を宣言します。うん、お父様、ありがとうございます。この試合を乱そうとしたりトラブルを引き起こそうとする霊の力をイエス・キリストの御名によって完全に縛る。うん、お父様、主ありがとうございます。神が働いたらことを信じて感謝します。イエス様、御名によってします、うん、ね。はい、きっとですね、主がこの試合においても栄光を表してくださると信じますね。はい、はい、ではですね、こちらの、ですね、はい、H さんのですね、はい、メールをお願いしたいと思うんですけど、はい、では、H さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。はい、知人の S さん、かっこ未信者67歳が、これは東京の、U の病院に入院中です。子宮がんを転移し大腸がんになり、腸閉塞になる可能性が心配されるほど腫瘍が大きくなっています。また抗がん剤の副作用で食事が食べられなくなり、このままだと 1,2 ヶ月の命だと言われています。雲虹や御声新聞の癒しの証を送りましたが、今のところ何の反応もありません。私は行くことができませんので、小林牧師ご夫妻か東京アンティオキ教会のどなたかに言っていただいて、救いのためと癒しのためにお祈りしていただけたらと思っていますが、お祈りしていただきたい課題は1、まず本人に連絡を取りお祈りに行ってもらっていいかを尋ねますので、彼女が OK するように、そしてどなたかにお祈りに行っていただけるように。2、救われるように。3、副作用がなくなり食事ができるように。4、腸閉塞を起こさないように、奇跡的にがんが癒されるように、以上をお祈りくださるようにお願いいたします、ということですね。はい、はい、ということですのでですね、
私たちをこのぜひですね行かせていただきたいと思っているわけなんですね。はい、このH さんの、うん、知人の S さんですね、うん、S さんが病院に入院中ということなんですけれども、うん、この病院にですねぜひ行かせていただきましてですね、うん、乗れたらいいなと思っておりますが、うん、子宮がんが転移して大腸がんになって腸閉塞になる可能性が心配されるほど腫瘍が非常に大きくなっているということですね、うん、でまた 1,2 ヶ月の命だということなんですね、うん、ですので、まあ、言って救いの、うん、お祈りですね、うん、そして、まあ、福音を伝えたいと思いますけれども、うん、それと癒しのためのお祈りをですね、うん、させてきていただきたいと思っているわけなんですが、うん、このいろいろ課題でですね、うん、本人に連絡を取ってお祈りに行ってもらっていいかを尋ねてくださるということなんですね、うん、ですので、その時に A さんがこう連絡を取って尋ねる時に、うん、A さんが OK するようにということなんですね、うん、で、まあどのとこお祈りに行っていただけるようにというのは私たち行かせていただこうと思っておりますので、うん、大丈夫なんですけれども、あとその2番目の課題としては救われるようにと、うん、3番目は副作用がなくなって食事ができるようにと、うん、腸閉塞を起こさないように奇跡的にがんが癒されるようにということですね、うん、はい、ですので祈っていきたいと思いますね、うん、はい、天のお父様本当に、ありがとうございます。あなたが、この H さんからの祈りリクエストを導いてくださり本当にありがとうございます、うん、主よ、この H さんの知人の S さんを本当にありがとうございます、うん、まだイエス様を信じていらっしゃらないということですけれども、うん、しかしその今の S さんの状態をも感謝いたします、うん、お父様、確かにがんの病が許されて、うん、そして入院中ということなんですが、うん、この状況も感謝いたします、うん、お父様あなたは褒めたたえます、うん、感謝いたします。なぜならばあなたは、うん、このことを通して私たちに祈ることを導かれましたから心から感謝いたします、うん、お父様あなたを崇めます、うん、あなたを賛美いたします。感謝いたします、うん、お父様どうぞ S さんを救い出してください、うん、主どうぞあなたの栄光を表してくださいますようにお願いいたします、うん、どうぞ S さんが、うん、私たちが行くことをこの OK するようにしてください、うん、どうぞ主よ S さんが連絡を取っていくときに、うん、我々が行くことを OK してくださり、うん、また本当に救われるようにうん、我々も福音を伝えることができるように、うん、速やかにイエス様を信じるように、うんうん、どうぞ導いてくださり、また、うん、どうぞいろんなその治療の薬の副作用がなくなって、うん、食事ができるようになるように腸閉塞を起こさないで奇跡的に本当にがんが癒されていくように、うん、神の栄光を豊かに表してください。どうぞお願いいたします。うん、私と天のお父様、本当に S さんのために問いなしの祈りの時を与えてくださって、心から感謝いたします。まあ、本当にこの子宮がんの転移に関して、また大腸がんにおいて、また腸閉塞になる可能性があるという、この問題に関して、すべてのことを主はご存知なので、またこの方のために救いと癒しの時を今、導いてくださってますことを本当に、感謝いたします。どうか本当にこの、H さんが、ご本人に連絡を取ることができてお祈りに行ってもらっていいか尋ねた時にすんなり統計をいただくことができ、本当に実際に、この S さんに、我々行ってお祈りできるように導いてくださいますようにお願いいたします。心ならばそのようになって、きまた、この S さんがはっきりとイエス様を信じ救われていくように、イエス様の十字架を信じられ
本当に速やかに救いの祈りを共にすることができますように導いていってくださることをお願いいたします。そしてまた副作用がなくなっていくようにしてくださり、食事が、本当に取れるようになって、体力的にも、本当にこの責められて、ことができるように、副作用からもか、ないように、守り助けてくださいますようお願いいたします。そしてまた、この腸閉塞の起こさないようにしてください。本当に腸閉塞になることが決して起きないようにどうぞ助けてくださいますようにお願いいたします。本当に奇跡的にがんが消えてなくなるように、してくださり、その体調の部分も子宮の部分も、元通りに回復するように、主が助け導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主の癒しの御手がこの方の上に表され、本当に救いと同時に癒しも顕著に表されていきますように、どうぞ主がある意味導いてくださり、1、2ヶ月の命と言われているということですが、どうかその事柄からも解放を与え、本当にこの元気に回復していくということがあると導いていてくださいますようにお願いいたします。本当様、足を洗いでください。この S さんの知人のこの S さんを主が憐れんでくださいますようにお願いいたします。うん、ぜひですね、この S さんのために、また S さんが連絡されていくということですから、そのためにもですね、ぜひお願いください。皆さんの言葉で祈っていただきたいと思います。ハレルヤ、主を賛美します。あなたを褒めたたえます。お父様、あなたは全能の神であられ、このメールの一つ一つの言葉の中においても、主よ、あなたが、このあなたの手があることを覚えてありがとうございます。うん、お父様、主よ、このエッチさんを感謝します。そしてエッチさんのご知人のこのエッチさんを本当にありがとうございます。主はこの方は本当に感謝いたします。人間的には非常に悲惨な状況にありますが、しかしこの言葉をありがとうございます。なぜならば主がこの言葉の中で、主を今私たちに祈りを与え、すでに、この言葉において祈るという、この番組で祈るということを通してあなたはすでに、このある勝利を与えておられるからです。ですから私たちはあなたを褒めたたえて感謝いたします。賛美します。あなたの勝利をありがとうございます。常にあなたは勝利される方ですから感謝します。イエス・キリストの御名によって、このH さんのご友人の S さんに主の救いを宣言します。イエス・キリストの御名によってこの S さんを解放します。イエス・キリストの御名によってまた病の霊を完全に縛る、病をイエス・キリストの御名によってエスさんから去れ、このがんの病をイエス・キリストの御名によって去れ、また今十字架の血潮を持って私たちを豊かに覆ってくださいますようにお願いします。そしてエスさんを完全に癒してください。イエス・キリストの御名によってがんの病の霊を去れ、イエス・キリストの御名によって主の癒しを宣言します。お父様、どうぞ勝利を豊かにあらし、また副作用が一切なくなり、食事を元気に食べられるようになるように完全に導いてください。主、ありがとうございます。主の栄光を豊かにあらしてください。また主、どうぞこの雲の間にある虹や御声新聞の癒しの証を読まれるようにさらに導いてください。また我々が行く事柄をもう受け入れられるようにどうぞ導いてください。イエスさん、皆によってします、ね。はい、ということで、きっとこのイエスさんにもですね、処理が表されていくことを信じます。まあ、上野の方だということなのでですね、行ってみたいと、きっと行かせていただきたいと思っていますけど、きっと処理がね、表されていくと思いますね。はい。はい、
ですね、次はですね、こちらの、こちらですね。これは、あ、さっきの、さっきの、これから読ん、ここから読んだ方がいいと思いますけどね。はい。はい、W さんっていう。はい、W さんですね。はい。では次は W さんからの祈りリクエストを読ませていただきます。はい。いつもお祈りありがとうございます。W です。祈りのリクエストさせていただきます。はい。これは鳥なしの方の名前でして、S さん、38歳。二十数年引きこもりです。霊的縛りなのか分かりませんが、解放してください。また救いのお祈り、お願いします。はい、もう一人、Y さんという方は35歳。日々の守りと救いのお祈りお願いします。不動産の仕事が祝福されますよう、お祈りお願いします。ということですね。はい。そうですね、お二人の息子さんのようなんですね、はい、で、S さんと、W さんの、子供さんの、息子さんの S さんと Y さんということなんですね、はい、はい、その解放、はい、救いと解放ですよね、はい、そして日々の守りということでもあるんですけども、うん、Y さんの方ですね、うん、はい、ちょっと、S さんの方は20数年引きこもりということなんですね、うん、ですので、それと不動産のお仕事がですね、うん、祝福されていかれるようにということですね、うん、はい、お祈りさせていただきたいと思いますね、はい、はい、天の父様、主はありがとうございます。あなたが、この W さんのリクエストを、うん、送ってきてくださったことありがとうございます。うん、この息子さん、お二人の、うん、その救いと、うん、救いを願ってきていらっしゃいますけれども、うん、本当にありがとうございます。うん、主よ、あなたが S さんを、うん、その息子さんの S さんを解放し、うん、そして救いをどうぞ、うん、速やかに与えていってください、うん、またどうぞその息子さんの Y さんは、うん、また日々本当に守ってくださり、うん、だ救いをどうぞあなたが、うん、明確に速やかに与えていってくださいますようにお願いします、うん、あなたの救いの技を早めてくださり、うん、主どうぞ彼らをイエス様を信じることができるように、うん、速やかに信じることができるように、うん、S さんと Y さんを、うん、導いてくださいますようにお願いします、うん、またどうぞ W さんのその不動産のお仕事が、うん、祝されるようにどうぞあなたの役を豊かに表してくださいますようにお願いいたします、うん、本当に W さんからの祈りのリクエストありがとうございます。S さん38歳の方をまた引きこもりから本当に解放してくださり、何か霊的な縛りか何なのかがまた原因がはっきりとされて、この解放のポイントが明確にされて、かれますようにもどうぞ導いてくださいますようにお願いします。今もこの時も主がこの方に触れ続けていてくださり、本当にこの精神の、この問題に関して山に関して主の癒しがこの方にさらに表され、本当にこの霊的な解放が受けられるためにも、本当にイエス様を救い主として信じ、告白されていかれるようにどうぞ導いていってくださいますようにお願いいたします。そういう機会がさらに、主の方法を持ってイエスさんに与えられていかれますように、どうぞイエスさんの心を神様に開くことができるように導いてください。またそのためにダブリューさんを通して、また主が働きかけ、私のご意向を表してくださるようにもどうぞ導いててください。またもう一人の方、本当に Y さんという、35歳の方を感謝いたします。本当にこの方の上にも日々の守りとともに、救いの機会をさらにお与えくださり、本当に不動産屋さんの仕事も祝されていくことを
さらにそのことを通して導かれていかれますように、あなたがどうぞこの二人の方を憐れみ、また救いが明確にされていくよう、そして、その問題が解放から解放されていかれますように、どうぞ主の助けを与え導いていてください。お願いいたします。はい、ではですね、ぜひ皆さんの言葉でですね、はい、このダブルさんの息子さんの、うん、S さんと、うん、Y さんのためにですね、救いを祈り、はい、特に、S さんの方は二十数年の引きこもりということなので、解放のためにですね、うんうん、救いと解放のためにお祈りください、はい、ぜひですね、共に祈っていただきたいと思います。天の父様、主はあなたを褒めたたえ賛美します、救いのためのリクエストを本当にありがとうございます。あなたの勝利を豊かに、表していってくださいますようにお願いいたします。このダブルさんの息子さんのエス君をイエスキリストの皆によって解放します。イエスキリストの皆によって、救いが解放されて、救いが起こされていくようにイエスキリストの皆によって宣言します。天の父様、どうぞ S さんを助け導いてください、うん、主どうぞあなたの勝利を豊かに表してください、うん、イエス今十字架の血を持って私たちを追ってください、うん、主どうぞ S さんを、うん、解放していってください、うん、イエスキリストの皆によって S さんを縛っている霊的なものを完全に断ち切る、うん、主の勝利を宣言します、うん、S さんをその霊的なものは解放せよ、うん、イエス・キリストの宮によって救われよ、うん、天の父様、どうぞあなたの勝利を表していってください、うん、またその Y さんをイエス・キリストの宮によって解放します、うん、救いが起こされていくようにイエス・キリストの宮によって宣言します、うん、Y さんに Y さんを救われよ、うん、イエス・キリストの宮によって救われよ、うん、またどうぞ日々どうぞまた Y さんに守りを与えていてください、うん、また W さんのその不動産のお仕事を祝福を受けよ、うん、その会社を祝福を受けよ、うん、祝福されよ、うん、お父様、どうぞあなたが主張どうぞそのお仕事をも豊かに祝福し、神の横を豊かに表してください、うん、感謝します。イエスは皆によってはします、うん、ね、そうですね、本当に私たちが最も重要だなと思うのはこの救いということですね、うん、確かに癒されることも解放されることも重要なんですけれども、うん、しかし、永遠の命をですね、うん、受けて、天国に行けるということはですね、うん、とても本当に大事なことですので、うん、このお二人の救いということと、また、うん、そして解放のためにですね、うん、祈らせていただきました。はい、はい、それでですね、まあ、今ちょっとこの救いということもそうなんですが、うん、ちょっと先ほどのですね、はい、がんの病の、うん、癒しのですね、うん、リクエストがありました。この後もちょっとそういったそのリクエストが出てくるんですが、うん、先週まあ私たちは東北行ってる時にですね、先週の、番組で、うん、もう、このですね、うん、メールも読まれたかもしれないんですが、うん、とっても素晴らしい、嬉しいご報告が、うん、のメールが、うん、来ていますので、まあ、先週読まれたかもしれないですけども、ちょっとですね、このご報告を、うん、まあ、ちょっとですね、読んでいただきたいと思うんですね。はい、2月8日に以下の2月3日に以下の祈りのリクエストをお送りいたしましたが、祈りが聞かれましたので報告いたします、はい、S さんは私の職場の老人ホームで調理の仕事をしている年配の方で、以前がんを患ったこともあり、
再発してしまったと諦めていました。しかし今回犬の時間でも祈っていただいた結果、がんが検査のたびに消えていって完全にがんがなくなりました。神様に感謝いたします。はい、その、リクエストしてきた2月3日のメールってこんな感じなんですけど、うん、読んでいただきます、うん、はい、2月3日のメールの内容ですね。祈りの実験のリクエストよろしくお願いいたします。職場の老人ホームで働いているS さんの肺がんの癒しのためにお祈りをお願いいたします。ステージは1です。ノンクリスチャンで祈りの時間のことを説明したらぜひお願いしたいとのことです。はい、はい、でこのメールをですね、私も覚えてはいたんですけども、確かにこの祈りの時間でですね、うん、皆さんも覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんが、うん、お祈りしたんですね、うん、そしたらですね、そのがんが癒されていったということなんですけど、もちろんこの、メールをしてきて、くださったですね、姉妹の方もですね、一生懸命にお祈りされたかもしれないんですが、本当にですね、がんがですね、ここに書いてあるのは、検査のたびに消えていって、でうん、そしてが完全になくなりました、がんがなくなりましたっていうことなんですね、うんうん、ですから本当にですね、主がよく話してくださったなと本当に思うんですけどもですね、はい、皆さんのお祈りをしていただいたことの中でまた主はですね、この言葉に関してのお祈りを聞いてくださったと思うんですね。はい、短くですね、感謝をしていますけど、天父様本当にありがとうございます。この S さんの癒しをありがとうございます、うん、どうぞこのことを通して本当に、イエス様を深く、この方が信じていかれるようにさらに導いてください、うん、どうぞまだ救いに至っていらっしゃるのであれば、救いに速やかに至るように、うん、あなたの横を表していってください。イエス様、皆によってお願いします、ね。はい、ということですね。はい、ということで、次のメールもですね、読んでいただきたいと思うんですけど、どうですかね。はい、では、Y さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。いつもお祈りありがとうございます。この間祈っていただいた G さんが、18日に入院します。膀胱がんはわざと思ったより小さく1週間ぐらいの入院で内視鏡手術を行うそうです。がんが完全に取り除かれるように、周囲の組織を傷つけることのないように、手術の回復も速やかになされるようにお祈りください。さらに彼女の入院によって失われていた家族の関係が回復され、ご主人をはじめ息子さんと娘さんの家族が救われるようにお祈りください。この祈りの時間が彼女の大きな励みになっています。感謝しますということですね。はい。膀胱がんということなんですね。はい。これはじいさん。そのもう一人の方のため。はい。またもう一人の方のですね、リクエストですね。T さんですけれども、店の従業員の姪の T さんのために祈ってください。彼女は38歳で、最近急に胸が大きくなり、痛みがあったので病院に行ったら乳がんであることが分かりました。約6センチで、胸腺とリンパ節の、リンパ節への転移も見つかりました。抗がん剤治療を1クール受けました。吐き気やだるさがひどかったようです。これは T さんはノンクリスチャンです。引き続いて行う抗がん剤が、がん細胞だけに働いて、正常細胞にはダメージを与えないように、抗がん剤の副作用が起きないように、転移したがんが消え、これは原発の、乳がんも小さくなり、速やかに手術ができるように、T さんの心も守られるようにお祈りください。娘さんの病にあって動揺しておられるお母さんの心も守られますように、またお二人の救いのためにも祈ってくださいという、ですね、はい、ですから1人目の方ですね、すでに入院されていらっしゃる方
ったんですけども、うん、膀胱管で、うん、ですね、内視鏡手術をするということなんですね。はい、うん、はい、それががんが完全に取り除かれるように、うん、そしてこの入院によってですね、ご家族の関係が回復され、うん、で、ですね、ご主人はじめ息子さん、うん、娘さん家族が救われるようにということですよね、うん、はい。そしてもう一人のそのこの Y さんという方がリクエストしてきてくださってるんですが、うん、はい、その G さんという人のためと、うん、もう一人の T さんのために、うん、でもその T さんは名護さんなんですね、うん、名護さんで、うん、やっぱりその乳がんということで、うん、それで、ですね、抗がん剤を使っての治療をされていったんですけど、副作用が起きないように、転移したがんが消えるようにですね、うん、はい、ということで、まあ、乳がんも小さくなっていく、うん、まあ、消え去るようにということですけどね、うん、で、まあ、そのお母様の心も娘さんの病に動揺しているということなので、うん、守られるようにですね、お二人の救いのためです、うん、はい、天の父様、主をありがとうございます。 Y さんのこのお二人のお二方に対するメールをありがとうございます。あとその G さんが入院が許されていますが、うん、膀胱がんだということなんですけども、しかしこの言葉においてもあなたは褒めたたえます。あなたは賛美いたします。主どうぞ、あなたがこの内視鏡手術を完全に成功させ、がんを完全に取り除いてくださいますようにお願いいたします。うん、どうぞお医者さんのその手術を最善になさってくださり、うん、周囲の組織を全く傷つけることなく、うん、手術後の回復も速やかになされるようにしてください。うん、またこのことを通してどうぞあなたがそのじいさんのご家族に回復を与え、主の栄光を豊かになさってください。どうぞじいさんのご主人、息子さん、娘さんに働きかけ、うん、ご家族が救われるようにイエス様を信じることができる、うん、このことを通して、神の栄光が表され、うん、そしてじいさんの ご家族に救いが豊かに、うん、速やかにもたらされていくように導いてくださいますように、どうぞお願いいたします、うん、どうぞあなたの、主を勝利を、うん、じいさんのご家族に表し救いを与え、うん、またじいさんに表しそして癒しを与えてください、うん、速やかな回復を与えてください、うん、また T さんに関しては、うん、名護さんの Y さんの名護さんの T さんに関しては、うん、その乳がんが許されました、うん、しかしこのことも感謝いたします、うん、あなたの計画があることを信じて感謝いたします、うん、お父様どうぞ主が助けてください。抗がん剤治療を用いてください、うん、お医者さんの抗がん剤治療を用い、そして、うん、吐き気とかそういった副作用が一切起きないように、うん、そして転移したがんが一切消えていくように神の栄光を表してください、うん、どうぞ乳がんも小さくなっていくように、うん、主の栄光を表してください、うん、T さんとそのお母様の、うん、T さんのお母様も、うん、救われるように、うん、お二人がイエス様を信じることができるように、うん、心を開き、またお母さんの心も守られるようにしてください。神の栄光を豊かに表してください、うん、で Y さんが T さんたちに御心のとおりにイエス様をお伝えすることができるように導いてください、うん、どうぞお願いします、ね、最初手のお父様感謝いたします。本当に Y さんからのリクエストありがとうございます、どうぞ本当に G さんが、入院されるということですが、どうぞ本当に内視鏡の手術ということに関して、完全にがんがこのことを通してもこの完全にがんが取り除かれて、周囲の組織を傷つけることがないように、手術の回復も非常に早く、経過も良いように、あなたが完全な癒しをこの方の上に表してくださいますようにお願いいたします。また、そのじいさんが入院されることによって、このご家族の関係が、回復されるという方向を、あなたがご主人や息子さん、娘さんに、またさらに働きかけてくださり、家族の関係が本当に回復していくように主が憐んでくださいますようにお願いします。またじいさんと共にまたこのご家族の方々が
ご主人、息子さん、娘さんが本当に救われていかれるようにも、主がこのことを導いてくださり、すべてをあなたがこの益として、主のご意向を表して、くださいますように、どうかお願いします。人生の心も神様からくる慰めを持って、主の励ましが神様から与えられて、強められて、ことができますように、どうぞ主の憐みを持って助け導いてください。また T さんのためにも本当に感謝いたします。この T さんが犬なんということが許されましたが、このことがね、あなたのまた素晴らしいご計画がなされることを信じて、感謝いたします。どうぞこの抗がん剤を行うことに、許されることに関しても、どうぞ本当に副作用が起きないようにしてくださり、また、正常な細胞にはダメージを与えることがないように助けてください。また転移したがんが消えて、本当に乳がんも小さくなり、速やかに、手術ができるようにということですが、そのことを通しても完全にがんが消えてなくなるように、取り除かれるようにしていってくださいますようにお願いします。また娘さんのお病のことで、お母様のその心も、本当にこう守られ、平安が与えられるように、またこのことを通して神様への救いに、イエス様の救いに導かれて、真の解放と癒しをまた受けていかれますようにも、どうぞ導き助けていってください。お願いいたします。はい、ではですね、Y さんのそのご友人のじいさん